この素晴らしいメンバーと噛み合ってくれば、まあ、とんでもないチームになるなとはやりながら感じつつ、 My goal is together with my staff to prepare this group of great players to be ready to compete in a strong B League championship of 2023-24. 半分以上選手が入れ替わったっていうのは一つ大きいと思います。でヘッドコーチも変わって去年までのチームスタイルとは全く真逆のプレースタイルにもなりましたし、いやマジで期待しかなかったっすよ。やっぱロスターもすごかった。いろんなところで中心メンバーとしてやってた人たちがいたし、それが同じチームでそしてルカの元でバスケットをするっていうのは僕自身もすごい期待してたし、周りもすごい期待値は高かったと。I think the biggest reason was that, you know, I just wanted to be able to compete for a championship and, you know, play at the highest level possible in Japan. I think starting in B2 and working my way up, and then, you know, went to Shinshu and they were in B1. And I think individually my goal is just to be the best personal player that I can be and play at the highest level possible. And I think playing in Shibuya gives me the opportunity to do so.まあ、まずは、ね、自分の知ってる選手たちも多かったし、あとは優秀な選手たちが集まったなと思って、すごく期待して楽しみにしてました。Well, after spending, six years in Japan,1 year as a national team coach and 5 years at Alvard, I really learned to love the country, and certainly I loved the basketball society, have many friends. And when the Sunrockers showed up with an invitation, I did not hesitate much.I liked the challenge. でも俺からしたら戻ったみたいだね。大輝さんもいるしね。確かに相当大きく変わった年のスタートだったからね。まあもちろん気合入ってたし。いや、やっぱりルカがね、一緒にやりたいって言ってくれたのと、まあ彼に成長させてもらった部分があったんで、少しでも力になって恩返ししたいなっていう思いもありましたし、なんかこう代表活動も終わって一つのこう自分の中で何か転機だったのかなと思って、はい、体制新たになりましたサンロッカーズ渋谷、3年ぶりのチャンピオンシップ進出、悲願の初優勝を目指してのシーズンということになります。ティップオブカンファレンスでも言ってたんですけど、ベンドラメ選手が、はい、ロスターってことをね、はい、言ってましたね、今季のねテーマとしてね。なるほど。
いよいよ開幕、ホーム開幕だったんで、すごい楽しみだったかな。いやでもまあ悔しかったですよ、それは。まあ、自分のプレーも納得いってなかったし、まあ、それでもこう、ね、プレーコートに立ち続けるっていうのはそれなりの責任もあるし、開幕から今勝ててないんで、どうしてもやっぱ勝ちが欲しいタイミングでもあったので、まあ、相当こう悔しかったのは。すごいいいチームで、深いチームである。だからパーフェクトを狙いながら勝てない。We are way below. 100%. Okay, まだまだ全然足りない。That was close yesterday. Okay, でも、ハードやってるのは頑張ってるのは、すごく感じる。Okay. That, でも、ちゃんと安定性を持ってプレーできるように全員がやっていく。Let's go. Let's go. Okay. Go. Shibuya on 3, 1, 2, 3. Shibuya. 思います。そうですよ、1秒までわからないゲームですが、クローが、あ、ファウルを取って、いやーやっぱマックの離脱はでかいよね、うん、嘘だろうと思ったの直前だったからそこの衝撃はめちゃくちゃ大きかった。めちゃくちゃ楽しみなシーズンだったからこそ、はい、ずっと一緒にやってきたマックの離脱っていうのは個人的にはすごいショックだったから、まあ、開幕してこう勝てなくて、おー、なかなか苦しいスタートだなっていうのは思ったね。もちろん落ち込んでたし、あいつ自身も多分もチームに期待してたし自分自身に期待してたと思うから、その中での直前の怪我はすごい落ち込んでたと思う。だから声かけようにもまあ難しかったの、声のかけ方っていうのは。だからもうあいつがアメリカ帰るってなった時に、まあ強くなって戻ってきてねっていう会話があったぐらいで、それ以外は俺たちから声かけれるようなあれではなかった。そうね、やっとシーズン始まったなっていう感覚ではあったかな。なんかホッとしたというか、もちろんその期待値も高かった分俺らにも相当プレッシャーはあったから、まあ、そこでジェフが来てくれてチームを助けてくれて、やっとシーズンが始まったな、まあ、やっと勝てたっていうのもそういうのもあっての言葉だった。自分の中では本当に何て言うんですか、感慨深いというか、はい、特別な思いがある試合だったのは間違いないです。暑いし、まあ、妥協しないし、まあ、完璧、まあ、究極を言ってくるみたいなね。要はめっちゃ心配性だしってイメージかな。バスケ、いや、バスケットに対してやっぱり情熱はすごいのかなと思います。はい、誰よりもやっぱ本気にその向き合ってるのが分かるからこそ、こっちにもそれが伝わるし、本当に一人のプロフェッショナルなヘッドコーチとして、はい、
本当そこの部分はすごく尊敬できるところがあるんじゃないかなと。に関してはライアン・ケリー選手が大腿四頭筋損傷のためロスター外ということでチームに帯同しておりません。逆サイド一発、そして田中大輝が飛び込んでくるアタック、何度も東京時代に見せたこのアタックで得点を挙げました。フィールドゴール、田中大輝です。さあそして田中大輝、華麗なステップからサイドスピンムーブ、はーい、どうしてもこれサイズに寄ってしまいますからね。そうですね、はい、ここも勝つと次自分で行く、あー決めてきました。ザックバランスキーキャプテン、今日これが初めてのポイント。プロフェッショナルでしょ、ボランティアでやってないでしょ。 I need all of you to come always ready to be intense, to be intense, to be aggressive, aggressive, to be energetic, okay. And not to go off and not to quit, not to quit for any reason. It's very important to break that thing as a group. I was talking about it 3 days ago. We need each one of you at all times at your best.That's not professional. That's gonna be a hell of an intense game. Yeah, すごくイン Gotta get ready right now and right from the start. Go! 渋谷 on 3! 1, 2, 3! 渋谷 !10 ポイント到達。97対72。東京ダービーリーグ戦では今シーズンこれが最後。ゆっくりと時計が刻まれて。終了、97対72、アルバルク東京、連勝12点差、おあとはベンドラメ選手、ベンドラメか田中大輝、ホーキンソン、入ってきた、ホイッスル、決めた、ガッツポーズ、よし、ホーキンソン。結果なのかなとも思う部分もあるし、I mean, I think it was a tough part、of the season just because there were a lot of adversity and things that we had to go through.